どうも、白洲太郎です。はい、というわけで今日6月の16日なんですけど、ブラジルではね、あともう少しで、フェスタジュニーナ、サンジョン祭りが開催されるんですよ。で、街中がね、すんごい賑わい見せてるんですけど、そういう時の市場って結構売れるんですよ。だから、ここはね、僕ら普段は来ない街なんですけど、まあ、年に1回ぐらい、このお祭りの時に出店しに来てます。見てください。これは僕らのバーカね。屋台。こんな感じで、もう屋台設営して、準備は万端ってとこです。あとはお客さんが来てくれたらいいんですけど。ね。うん。まだ朝の8時ぐらいなんで、ちょっと人手はまばらですけど、ここからどんどん人が来るはず。というわけで、今日は皆さんに、このブラジルのサンジョアン祭りの市場、どんな感じで賑わうのかっていうのをお見せしたいと思います。あとで、街の方とか行って、飾り付けとかね、可愛いのいっぱいあるから、そういうのもお見せできたらいいと思ってます。マジや。というわけで、今日も行ってみましょう。せーの。サンジョアンの時期は、とにかく服がよく売れるんですよ。だから、服を売ってる屋台がね、とにかくたくさんある。コープレソパン、オドレコアトロ。近くにさ、うつさんの屋台で。はい、朝食です。食べます。いつもなら家からおにぎりとコーヒーを持参してくるんですけど、たまにね、こうやって現地で買ったりしてます。パンとコーヒー2つで6レアル、160円ってとこっすね。はい、というわけで客待ちです。全然来ないね。しかも暇つぶしにちょっと毛糸をほどき始めましたって感じ。ぼちぼちね、人手は出てるんですけど、まだね、全然っす。こんな感じ、まだ人いないっすね。はい、って感じで、まあ街ですね。今9時ぐらい、着くの遅かったからね。で、今ちょっと車にチャムの帽子を取りに行ったんですけど、こんな感じですよ。ほら、これ僕の車ね。で、後ろに空き地が広がってて、あっちに屋台が出店されてるけど、あの中に僕の屋台もある。ほら、あの黄色い傘のやつね。はい、って感じで、まあ普段は来ない街だけど、今日はね、売れるんじゃねえかと思って来てみたんですよ。全然売れないな。まだね、ガソリン代も稼げてない。まあでもね、ゆっくりやっていきましょう。はい、でね、なんでこのボモって歩いてるのかっていうと、今日の朝僕らね、野犬に襲われちゃったのね。なんか初め遊んでんのかと思ったら、結構ハードにじゃれついてきて、最後の方も危なかったのよ。だからちょっとあいつがもう一回来たらやばいってことで、一応棒持って武装してる。チャムもね、野犬可愛がるの好きなんだけど、たまに危ないからね、気をつけなきゃいけないの、本当に。って感じで、僕らの屋台ね、誰もいない。売れないな今日。チャム、どう？売れるな。うん、はい。はい、というわけでね、今街中に来てるんですけど、なぜなら暇だからね、ちょっと屋台抜け出して街の様子見に来たんですけど、見てください、これほらね。サンジョアンの時期はこうやってね、街中がね、飾り付けして、すんごい華やかな雰囲気なんだね。すごいでしょこれ。こんな感じでね、もう街が旗一色に染まる。一色じゃないんですけどね。うん。そんでね、お店とかの飾り付けもね、こんな感じ。お店の飾り付けもなんかこんな風にデコレーションして
可愛くするんですよ。ほら。まあ、とにかくサンジョアンっていうのはね、ブラジル人の心ね。ある意味カーニバルよりもサンジョアンですよ。ブラジル人は。フェスタジオニーナ。で、この辺はね、あと1週間もしないうちにもうお祭り始まるから、そん時はね、やばい。すんごい人。だからカーニバルがインターナショナルのお祭りだとすれば、サンジョアンはブラジル国民のお祭りな感じですね。はい。はい、というわけでね、屋台に戻ってきたらチャムがね、ナンパに成功しました。ナンパに成功してニャンコさんを撫でてますね。かわいい名前。ナンパに成功。久しぶりの猫ちゃんにチャムさん大興奮です。相変わらず客は来てないか、チャム。18リアル売れました。あ、そっか。オッケーオッケー、よく頑張った。よし、というわけで引き続き頑張りましょう。はい。はい、チャムがね、ポンカン買ってきてくれました。こんなやつ、とりあえずこれ食ってリラックスしましょう。これですよ。サンジョアン祭りの風物詩といえば、どこからともなく現れる爆竹や。ブラジル人はとにかく花火が大好きで、祭りのシーズンになるとそこら中で打ち上げ花火をやって盛り上がってるんですよね。普段は野菜とか売ってる人がこのシーズンだけ花火屋に転身なんてこともね、よくあるみたいです。手丸見てくす。アキベンジ丸見てくす。Quanto? É 20 né, Maia? Não tem. Me arruma um, por favor. Me arruma um. Ah. Duas aqui. Vem cá, moço. Tá. お待たせ。さあ、やっと昼飯だ。食うぞ。って時に限ってお客さんが来てくれちゃうもんなんですよね。これ僕らの間では結構有名なジンクスで、何もしてない時に限ってお客さん全く来ないくせに、飯を食い始めた途端に群がって来てくれちゃうっていうね。嬉しいんですけどね。でもなんで飯食ってる時に限ってっていうのはね、いつも思ってます。はい、というわけで飯です。これでね、20レアル。こんだけ入ってりゃ、僕ら2人だったらね、これ1個でいけるんですけど、まあ、ざっくり内容説明すると、お肉。太いスパゲッティね。で、これが、鶏肉ね。煮込んだやつ。で、この下に、ちょっと結構ぐちゃぐちゃだけどね、ご飯と、豆が入ってて、で、上にサラダが乗ってる感じ。ブラジルの、基本食って感じですね。ここにね、ファリーナがあったらそれぶっかけたいんですけど、あいにくないから、まあ、これを二人で分けて食べます、うん。はい、というわけでね、軽く食レポするけど、まあ、今回は全体的に結構ネチョネチョ系。スープと混じって、ねっちゃり系なんだけど、うん。うまい。いろんな味がミックスになってて、とにかく美味しい。ね。まあ、それはデフォルト。ただ残念なのが、見てください。お肉は全部ね、あれなのよ。煮込み系が。煮込み系。ブラジルのこのお弁当の魅力は、やっぱりチュハスコですよ。焼いてあるやつな。焼いてあるやつ。炭火焼き。その肉がついてたらよかったんだけど、うん、それがないから残念っす。はい。うん。まあ、でも全体的にはうまい、これ。はい。このボリューム。二人で十分食べれるな。
というわけでいただきましょう。はい、でお客さん来てんだな。はい、うん、じゃあ、わあ、はい、というわけでね、片付け終わったんでちょっとだけね、チャムと街散歩して帰ります。ほら、チャムもこんな感じでかわいいかわいいっつってね、大喜びです。これがね、ブラジルのサンジョアマチュです。これがね、楽しそうでしょ。はい、というわけで今日はこんな感じですね。最終的にはそこそこ売れたんで良い一日になりました。それでは皆さん、また次のビデオでお会いしましょう。チャオチャオ。